初見さんへ自己紹介します。無職の投資家です。投資は攻略しており、含み益は増え続けますが、総資産は生活費で溶けてる感じです。投機ではなく投資をたしなむ地味なタイプです。よかったらチャンネル登録してください。デケテン投資家リバティはチャンネルメンバーを募集してます。メンバーさんが視聴できる限定動画では厳選した開催インテント銘柄などを紹介してます。投資に関する真面目な話はそっちでしかしてないので、どなたでも応援がてら登録してくれると嬉しいです。ケンテケテン。本日の日経平均はマイナス80ポイントです。力尽きたって感じの値動きですね。株価はまだまだ高いところにあるので、勝手な妄想でここがそこだと判断しない方が賢明かもしれませんね。テンテケテン。相場サイクル的には不安から相場を拒否するフェーズに移行中でしょうか。ここからは相場が楽しくなる阿鼻叫喚が期待されます。米国金利の上昇が止まらず、消費者が根負け買い控えしているようですが、年末商戦や大統領選挙など買い支え要因も控えています。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。テンテケテン。気になるニュースを紹介します。ふるさと納税山村が稼ぐ黒字自治体3倍日経新聞とのことです。そろそろふるさと納税の季節ですね。私はというと、結局今年は就職もせずに自由気ままに無職をやっとるわけです。自分でも人生でこんなことなかったので、とても驚いていることがあります。それは1年ほど無職をしているのに金があんまし減っておりません。減って生えますが、ほぼトントンみたいな感じです。つまり投資で暮らすセミリタイアみたいな生活を疑似体験しとるわけです。しかし会社員時代とは脳みその使い方や生活が一変しており、あまりこれ以上この生活を長く続けると社会復帰できなくなる感じもひしひしとしておるわけです。無職は当然最大の特権として何の予定もありません。この日に何かをやるとかそういうレベルではなく、今日は起きるかこのまま寝て過ごすかとか、そのレベルの思考で生きてます。遅刻とか約束とかそういう概念がない世界です。私は賢明な投資家なので、投資では養分さんからお金をいただいております。不思議なことに全く一日中動画見たりゲームしたりして寝ているだけなのに、生活費が空から降ってくる感じです。そりゃ堕落もしますよ。たまに近所の会社に面接に行ったりしてみて、社会との接点を模索したりもしているんですが、もう地獄のような面接会場になってしまいます。もともとは人間なんかは働かなくてもいいとそう思っているタイプなので、社会人の皆さんとは噛み合わないんですよね。今日もさっき15時に起きて数時間ネットをやったら飯食って寝るだけです。約1年こんな生活でやっていけているのは、私にとってはいろいろ考えさせられる事実だったと、そういうことです。投資チャンネルなので投資の観点で話をすると、種銭が1000万円あったら本当に世界が変わります。投資はパーセンテージの世界です。10万円の 1% は1000円、100万円の 1% は1万円、1000万円の 1% は10万円です。個別銘柄を見ていると1日でプラマイ 5% とかザラで感覚が麻痺しますが、 1% は多くの素人が想像する以上に強力な数字です。投資家は歴が長くなるほどに 1% の存在感を思い知ることになるわけです。そして金持ちって本当に何もやらなくても許されてるんだと、資本主義の身も蓋もない事実を垣間見るわけです。資産が溢れてくると偽善慈善事業のフェーズに移行します。そして奴隷は光るものに群がってさらに搾取されるわけです。緩和9大ふるさと納税で毎年トイレットペーパーもらってましたが、今年は申請しないので数年ぶりにトイレットペーパー買うことになるのかなと、ズブズブの無職が物思いにふけったと、そういうお話でした。テンテケテン。親愛なる皆さんごきげんよう。10月の日経平均は下がると思う人が多い投資家リバティです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、
できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄ご紹介します。テンテケテン。9107川崎汽船。先日川崎汽船持ってますかとアンケートしたら9割以上の人が持ってないとアンサーしてくれた銘柄です。本日怒涛のプラス 4.15%。 このデタラメなムーブ、そして謎が謎を呼ぶ誰も持っていない株という事実、底値の237円から5445円まで異常な値動きで駆け上がっています。ふるい落としと踏み上げノグ原価なんでしょうか。一時期オリエンタルランドなんかからもある種同様の異様さを感じていましたが、川崎汽船ほんまにあんたはバケモン屋で、鬼強い株は9割以上が保有していないという恐ろしい都市伝説のような銘柄です。まあインデックスやらで実質買ってはいるものの、いろいろと考えさせられる銘柄であることは間違いありません。私はチャートマニアなので、この銘柄のチャートを見るとゾワゾワします。この銘柄の注目度は 50% です。テンテケテン。私は20年間相場を生き抜いており、投資をめちゃくちゃ簡単なゲームと思っています。稼げそうな銘柄なども紹介したりしてるので、応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。知りたいこと質問要望があれば気軽にコメントしてください。こうしたらこのチャンネルは良くなるなどのご提案もあったら教えてほしいです。てんてけてん。最後に本日の相場市ランキングの途中経過報告です。変わらずですね、井村銘柄1514スミー氏ホールディングスが上がってます。井村氏は4日前に追加取得していたと報じられています。石炭大手国内積み撤退、鋼などの輸入積みが主力、新素材人工ダイヤや採石も株単みたいな銘柄です。井村銘柄恐るべし。秀俊さんの銘柄選定には毎度感心させられっぱなしです。投資の面白いところは、こうやって情報を駆使する投資よりもインデックス買って寝てた方がパフォーマンスが高いという目を背けたくなる笑い、事実もセットであるところですね。罪なやつですよ投資市場は。以上です。てんてけてん。最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。